ブラバム BT46 は、ブラバムが1978年から1979年にかけて使用したフォーミューラ1カー。改良型 BT46 バイトは、通称、ファンカーとして知られる。ブラバムは1976年より、アルファロメオ水平対向12気筒エンジンを搭載していたが、主流派のフォードコスワース DFV エンジンより馬力は、勝っていたものの、 重量超過という問題を抱えていた。デザイナーのゴードン・マレーは、車体の軽量化と空気抵抗の削減を兼ねて、冷却系統の大胆なコンパクト化を試みた。マレーは、スポーツカーノーズ内にラジエーターを左右分割して搭載するラジエーターノーズを好んでいたが、BT46 では三角断面モノコックの側面にアルミ製の薄いヒートエクスチェンジャーパネルを並べ、 ボディ表面を流れる気流でエンジン冷却水とオイルをクーリングする方式とした。シュナイダートルフィーレースで活躍した水上競争機スーパーマリン S5 を参考にしたもので、片側9枚の冷却パネルはモノコックの補強材も兼ねていた。ラジエーターのなくなったノーズには通常のフロントウィング2枚が取り付けられた。アッパーカウルはロールバー後方で短く切り落とされ、 エンジンカバーは低く平らに成形された。リアウィングはウルフ WR1 に習い、太い交換チューブで翼端板を支持した。その他、ダンドップ製、カーボンブレーキディスク、ダッシュボードの切り替え式デジタルディスプレイ、データロガー装置、内蔵式、エアジャッキなど、意欲的な技術が盛り込まれた。テスト走行では、期待通り、 ストレートスピードが顕著に上昇した。しかし、ボディ表面に発生する境界層が冷却装置の熱交換を妨げ、真冬のシルバーストンサーキットでも水温がオーバーヒートした。また、アルミは温度により膨張と収縮を繰り返すため、ボディが変形してしまうという問題も厄介だった。この問題を解決するため、ボディと冷却器を固定するビスの穴の寸法に余裕を持たせ、 ビスの締め付けトルクを厳重に管理するとともに、グラファイト製のワッシャーを間に挟み込んで滑りを良くし、変形を防いだ。さらに、冷却対策として、後方の冷却機に気流を導く空力パーツを取り付ける予定であった。しかし、実践デビューまで1ヶ月を切っており、デザイナーが実質マレー一人では対処の仕様がなく、システムは実践を待たずお蔵らいりになった。 1978年オランダ GP にて BT46 e をドライブするニキラウダ表面冷却を諦めた後、ラジエターはノーズに戻され、二重フロントウィングの間に薄い一体型のラジエターを置く、ラジエターウィング方式とした。オイルクーラーはエンジンカウルの横に張り出して置かれた。スポンサーロゴはマルティニに代わり、新加入のニキラウダが持ち込んだ、パルマラットになった。 BT46 は1978年の第3戦南アフリカ GP から投入され、デビュー戦でラウダがポールポジションを獲得した。4号車と6号車は BT46 バイトに改装され、第8戦スウェーデン GP でデビューウィンを飾るが使用禁止処分を下された。第9戦フランス GP から BT46 が再登場し、ジョン・ワトソンが ポールポジションを獲得した。第14戦イタリア GP では予選フロントローのマリオ・アンドレッキとジルビル・ニューブがフライングスタートの1分加算ペナルティを受けラウダーとワトソンが1.5秒差でワンツーフィニッシュを決めた。最終戦カナダ GP では3代目の BT46 に新人ネルソン・ピケが乗った。1979年の開幕戦アルゼンチン GP では レギュラーに昇格したピケノミが BT46 を使用した。以後、後継の BT48 にバトンタッチした。元祖ファンカー、シャパラル 2J1977 年に登場したロータス78は、車体側面の翼構造で、車体下面に負圧を発生させ、強いダウンホースを獲得するという手法で、回一回にグラウンドエフェクトカー革命を起こした。 ライバルチームも翌年には、その秘密を理解し、コピーマシンの開発に取り掛かっていたが、ブラバムの場合は三角断面モノコック水平、対抗エンジンという横幅の広さが、あだとなり、サイドウィングを設置することができなかった。マレーは別のダウンフォース獲得手段として、大型送風機を取り付けて、車体の底から空気を吸い出し、負圧を発生させるという方法に行き着いた。この、 ファンカーには1970年にカナディアン・アメリカンチャレンジカップで使用されたシャパラル 2J という前例があったが、空力部品の稼働禁止規定に反するとして使用禁止になっていた。ブラバムが同じ機構を用いれば、車検で失格になることは明らかだった。マレーは第一機能としての空力部品は稼働してはならないとするレギュレーションの 1> 第1機能という記述に目をつけた。辞書で意味を調べ、法律関係者にも相談した結果、機械装置の第1機能とは50%以上を意味すると判断した。そこで、ファンの吸気経路を2つに分け、第1機能は、ラジエーターの強制冷却であり、空気の吸い出しは、副次機能に過ぎないと説明し、規則の曖昧さをつく形で、海一統括団体の国際自動車、 連盟スポーツ委員会から使用許可を得ることに成功した。ブラバムのオーナーだったバーン・ニー・エクレストンは、後々この件について聞かれると、偶然にも我々には考えもつかなかったダウンホースという効果がファンを装着することによって生じたと真顔で答えたという。マグネシウム合金製の大型ファンは、テイルエンドに設置され、ギアボックスから抽出した動力で駆動した。 メカニズムは複雑で、4セットのクラッチが組み込まれた。また、作動状態をドライバーが確認できるよう、コックピット内に流速計が設置された。ファンが高速回転すると、エンジンカウルーマのダクトから気流が流れ込み、エンジン上部に水平に置かれたラジーターを冷却した。そして、エンジン仮面から空気を吸い出し、車体と路面の間に負圧を発生させた。 外部から空気が流入すると負圧効果が落ちるためエンジンルームの周囲は路面近くまで箱型のカウルで覆われた。さらにエンジン仮面の前後左右に可動式スカートを取り付け車高の上下動に応じて路面と常に接触するようセッティングした。ウィングカーはサイドポンツーン内部のベンチュリ構造を通過する気流によって負圧を発生するため ダウンホース発生量は車速に依存していた。これに対しファンカーは能動的に負圧を生成するため、どの速度域でも安定したダウンホースを獲得することができ、中低速コーナーではより効果的だった。マレーはモナコでのラップタイムは10秒縮まっただろうと推測している。BT46 バイトの開発は秘密主義で進められた。 バロッコのアルファロメオ車友コースでテストを行い、合同テストに参加した際には、ピットに停車すると、ファンにゴミ入れの蓋をかぶせて、内部を覗かれないようガードした。デビュー戦の第8戦スウェーデン GP では、後期と避難の目線を浴び、ライバルチームを刺激しないよう、練習走行ではあえて燃料フルタンクにハードタイヤを履いて走行した。予選は、ポールポジションのマリオ・アンドレッティに続き、 BT46 バイトに乗るジョン・ワトソンとニキ・ラウダが2位3位につけた。決勝はアンドレッティのロータス79とラウダの BT46 バイトのマッチレースとなった。ラウダは39周目にアンドレッティを追い抜き、ロータスがエンジンブローした後は独走体制に持ち込み2位、リカルド・パトレーゼに34秒差をつけて優勝した。ワトソンは スロットルの故障によりリタイアしたが、マシンの性能的には、ワンツー体制でのデビューインも可能だった。レース後、ロータス、ティレル、マクラーレン、ウィリアムズ、サーティースらは、ファンから、ホコリや小石をまき散らすので、後続車に危険を与えると CSI に抗議した。2日後、CSI の派遣団が、ブラバムのファクトリーで見聞を行い、改めて合法であると認めた。 しかし、その2日後、海一コンストラクター協会の緊急会議で妥協案が採決され、抗議を撤回する代わりに、ブラバムは、第11戦ドイツ GP 以降 BT46 バイトを出走させないことが決まった。抗議派の中心だったロータス代表のコーリン・チャップマンは、ならば我々は、サイドポットに2つファンを取り付けるぞ、とエクレストンを同括したという。さらに翌日、 パリで行われた CSI の会議において BT46 バイトは違法ではないものの安全上の検知から即刻使用禁止とする裁定が下された。スウェーデン GP の優勝は公認されたが BT46 バイトは出場一戦一勝というリザルトを残して選手権から排除された。マレーはすでに 新型ファンカー BT47 のデザインに取り掛かっていたが、この処分により計画中止となった。BT46 バイトは1979年6月にドニントンパークで行われたチャリティーイベントグンナー・ニールソンメモリアルトロフィーに参加し、ネルソン・ピケがドライブした。その後、ラウダのマシンはエクレストンのプライベートコレクションとして保管されており、2009年バーレーン GP で 展示公開された。マレーは後に、あれは非常に危険な車だったので、間違いなく禁止されて正解だった。ただ個人的には、すべてのコンストラクターがエクレストンに圧力をかけたのは、良くなかったと思うと述べている。ワトソンはエクレストンが放置のまとめ役として、辛抱を得る上で、ファンカーの撤退を受け入れた点が重要だったと指摘し、あのマシンは、会議のテクノロジーの分野ではなく、 第一の政治的な分野に大きな影響を及ぼしたと述べている。40年が過ぎた2019年、マレーが設立したゴードン・マレー・オートモーティブは、ハイパーカー、GMAT50 の市販予定を発表した。この車のリアには4 0 0、mm、トルの電動ファンを装備し、6つのエアロモードを選択できる。マレーは、1978年に、 グラバム BT46 バイトを設計して以来、グラウンドエフェクトファン付きのロードカーをお届けすることを夢見ていると語っている。ありがとうございます。